はい、おはようございます、ラスカルです。ということで、ただいまですね、寒波が来ているようで、もう気温が寒すぎる。ということで、本日はですね、濃厚豚骨味噌ラーメンを食べに来ております。いや、ちょっと体温めましょう。いわゆる豚骨ラーメンといえばね、いろんな種類がありますけれども、僕の動画ではほとんど味噌ベースの豚骨ラーメンってないんじゃないかな。今日伺うお店はですね、先日エビマヨちゃんも撮影に伺ってまして、めちゃくちゃ美味しそうだったので、今回僕はですね、並盛りを何品かいただいていこうかなと思っております。ということで、本日お伺いするお店、目の前に見えております、ジャグラ高円寺さんでございます。こちらのジャグラさんはですね、かなり有名店ですので、知ってる方も多いかと思いますけれども、体がね、温まるような濃厚ラーメンがいただけるということなんで、早速お店に入ってあったかい美味しいラーメン食べていこうと思います。ということでですね、本日のこちらジャグラさん店に入っていまして、本日いただきます1杯目すでに到着しております。こちらが、ベースとなります豚骨味噌ラーメンのいわゆる全部のせジャグラスペシャルでございます。いや、もう来た瞬間からね、もうめちゃくちゃいい匂いしております。もう腹ペコなんでね、早速こちらいただきます。このね、ニンニクというか、本当この周りの香りがもう配膳の時からすごい香りしてるんで、ちょっとスープからですね。濃厚、あー、うまっ。いや、ちょっとこれ飲んじゃうな。スープめちゃくちゃうまいです。商品名の通りですね、本当に濃厚な豚骨味噌なんですけど、このね、周りのしっかりとした香りにもやしのうまみっていうのかな、野菜の風味がしっかり入ってるんで、こってりしてるんだけど重くないというか、すげえ、これ飲んじゃう。ちょっと待って、飲んじゃう。麺いっちゃいますか。この絡み方すごいですね。中太麺にもスープががっつり。うまいなあ。これ僕も撮影の中でいろんなね、もちろんラーメン屋さん通ったりとか撮影したり行ってるんですけど、なかなかね、この系統のラーメンは味わえないというか、せっかくなんでこれチャーシューとネギがっつり巻いてね、いただいちゃいますか。うまそう。ちょっとライス片手に失礼します。シュートくるんでね、このお肉の脂、それと合わさるとまた一段階うまい。もう、うまいな。やっぱね、このベースのスープ自体すごく濃厚ではあるんですけど、まろやかさが強いので、おガツンとくるというよりか、濃厚系では珍しくね、こうじんわり体に染み渡るというか。ちなみにこのジャグラさんのラーメンね、お店がおすすめするこの味変の食べ方いくつかございまして、これもちょっと後ほどね紹介しようと思うんですけど、それに伴って卓上には胡椒、唐辛子で、フライドガーリックにお酢で、刻み生姜とカレー粉とね、かなり調味料も豊富なので、皆様のね、この好みに合わせてこの食べる時に味変するのもいいと思います。ちょっとせっかくなので、この1杯目は書いてある食べ方通り食べてみますか。ということでですね、ただいまこんな感じで1杯目麺すべて完食させていただきました。こっからおすすめの食べ方ということで、この残ったスープにこちらのカレー粉を投入するということで、このカレー粉の入れ方なんですけど、最初からスープに全部溶くのではなくて、このレンゲに少しずつ溶いて味を調整するのがおすすめということで、ちょっといただきます。うわめちゃくちゃうまい。
るほど。こっから締めのライスにこのカレー粉とスープをかけてこのカレーご飯にするのがおすすめってことなんですけど、今ね一口いった瞬間でその豚骨感とカレーと濃厚な味わいがね、ちょっとこれいただきますよ。なるほど、うーまっ。あー、うーん、うまいな。確かにちょっとこの一杯いただくにはここまでしっかりと締めてゴールというか濃厚な味わいなんですけど、やっぱりさっぱりしたところもあるので、通常のカレーというよりかはこのスパイスカレーとかスープカレーとかそういった良さもありつつ、でもねそれとはまた違ったこの濃厚さですよ。これね、あっちゅう間にこのライスいっちゃうわ。ということで、ただいまですねこちら1杯目完食させていただきました。本日ですね合計5杯いただくんですけど、おそらくエロいですということでですね、本日いただきます2杯目到着しました。こちらがですね背脂生姜味噌ラーメンということで、もちろんこちらもですねライスセットにさせていただきましたうまそう。もう早速これにいただきましょう。来た段階で先ほどいただいた味噌とは香りがね全く違うんですよ。お店で提供されているラーメンの中では一番あっさり系ということで、このね生姜のじんわりとした香りが、うわこれちょっとたまらんですよ。全然違う。うわうまっ。これも美味しいですね。うわちょっと待って、全然違う。いわゆる生姜ラーメンというのはまたちょっと違って、味噌とねこの生姜合わせた料理ってどっちもね火入れしてるものが多いと思うんですが、この生のね生姜の良さっていうのかな、このすりおろした感じ、これがねちょっと通常の生姜とはまた違って生姜バターという特製のものになるみたいで、一旦これちょっとスープに溶かしてみますか。すっごいぞ。なんかもっと正直その生姜が立つのかと思ったら野菜の風味が際立つというか、それこそもやしが生きるというか、うわうまいこれ。うわこれいくなただ逆に麺とすすると生生姜の良さが際立つというか、香りがね立ちますね。今日5杯いただくのでね、結構ちゃっちゃといっぱいいっぱい食べていこうと思ったんですけど、もうカメラ回して20分以上経ってますね。やばいですうまい。ジャグラさんで先ほどお話を伺ったところ、もう10周年を迎えられたということなんですけど、常連さんではねおそらくいつも決まったメニュー食べるよって方も多いと思います。でもねちょっとこう普段食べない味噌もね、いろいろとこうローテーションでねぐるぐる食べていただきたいですね。こんだけ動画で全部がうまいって言ってると初めて来る方は悩んじゃいますねじゃあちょっと個人的アレンジということで、ご飯が最後の一口になってしまったんですけど、ここにちょっとこの背脂のねスープを入れつつ、卓上にある胡椒で、ああ絶対うまいなこれ。ああ合うな、合う。なんだろうこれ、いっちゃうなちょっとこの後もまだ3杯残ってますので、この辺りでスープを止めてごちそうさまでしたということで、2杯目がですねラーメン YouTuber すするくんとですねコラボしながら出した、メニューということで、それもちょっと楽しみに待ちたいと思います。
ということで本日ですね、いただきます3杯目、こちら M3 ラーメンということで、ミート、ミルク、味噌と3つの M が揃ったラーメンということで、早速ねこちらもいただきます。先ほどね一発目いただいた豚骨味噌ラーメンと同様ですね、ちょっとおすすめの食べ方があるということで、まずこちらはそのまんまね、スープをいただいてくださいということなので、ひとまずこれ混ぜずにちょっとスープですね、うまいなこれ。混ぜる前からちょっと表現が合ってるのか分かんないですけど、カルボナーラとボロネーゼ、ここのいいところが合わさったみたいな、やっぱりねこの豚骨というかそこのお肉骨のうまみが詰まってるんで、これもねちょっといわゆる世の中にある牛乳ラーメンだったりとか、ちょっとねもう違う、もうすでに違います。うまい、ちょっと待って、うまいそしたら続いてそのまんま麺をということなので、麺すすらせていただきます。このスープのまろやかさと甘みにね、この麺の甘みもさらに乗っかってきて、あーまたちょっと変わるな。今3杯いただいて全部共通して思うのが、スープのみですすった時と麺ですった時と一味も二味も変わって、なんかねいろんな楽しみ方ができるわ。でちょっと具材混ぜて、さらにまた違う楽しみ方でしょこれちょっとミート混ぜてと、これ絶対うまいですね。うわ香りいいな。でもこれまたひき肉っていうところも味噌なのかな。やっぱチャーシューですとどうしても脂身とかが入ってきて脂感がね増しますけれども、ただそこにねちょっと肉感がこのひき肉の方がちょっと強めに入ってくるので、それとねこの牛乳のまろやかさとぴったり合いますね。これそろそろカレー粉追加して牛乳カレーラーメンしてみますか。こちらのカレー粉をちょっと投入しまして、うまっ。確かにこれちょっと最初から入れるんだけど、やっぱ徐々に入れるのがポイントですね。僕個人的にはここにフライドガーリックですねあうわちょっとじゃあこれねフライドガーリック混ぜたものでいただきますね。うまいこれベースにはフライドエシャレットは入ってまして、その香ばしい香りはもともとあるんですけど、後入れでねこの卓上のフライドガーリック入れることでザクザク食感これが加わってものすごい合う。この、ね、ひき肉あえた後にこのザクザク食感と合わせるとより美味しいかも。そしたらこちらも最後にですね、具材がなくなった後さらにねカレー粉を投入させていただいて、このスープを贅沢にねご飯に、うわこれはうまいよ絶対。先ほどねこの撮影準備してる際にオーナー様とねお話しさせてもらったんですけれども、濃厚な豚骨味噌を出しているけれども割りスープはないと、でも締めライスがあるとお話しされてたんですけど、まさしくもう本当にねここで完結なのよ。通常のライス以外にも半ライスであったりとか、本当にレンゲ一すくい分の一口ライスなんかもね対応いただけるみたいなので、普通の方はお腹いっぱいになっちゃう方も多いと思うんですけれども、ぜひねその一口ライスだけでもこのねスープと合わせて最後食べていただきたいです。これをするのとしないのとじゃもうね満足感がね段違いだと思う。うわぁ、あ、なった。
ちそうさまでした。いや今日ねご飯いただくのでこんなことでもあれなんですけど、もう3杯終わって あっという間すぎて悲しいですということですね、本日4杯目でございます。ここに来てお店の中で一番濃厚なラーメンということで、こちらが濃厚魚介ラーメンで、このメニューなんですけれども、黒と赤、いわゆる黒が通常の味で赤がピリ辛ということで、今回はねせっかくなのでこの赤ですね、ピリ辛味を注文させていただきました。いやーこれもうまそう早速いただきます。ちょっとさ、もう見るからに濃厚なんですけど、スープがおー、とろっとろねー、これもうすでにライスにかけたいもんいただきます。うわうま、あーうまいなー。あ、また結構ね、赤だとピリッとというか喉にビシッと絡みきますね。でもそこにね、この味噌の濃厚なまろやかさというか甘みが後から追ってくるので、ピリ辛なんだけどね、なんか思わずどんどんすすっちゃう。もうさっきからスープすすってばっかね。ね、しかもこんだけ濃いですけど、しっかり魚介も追ってきますね。ちょっとこれ麺でしょ、今日一麺の辛みがすごいな。もうでもこれはね、熱々のままいってほしい。うわすごい、やっぱりね熱い分この湯気とともにすすった瞬間にね、濃厚な香りがね鼻に飛び込んでくるんで、湯気が立ってたまんまガッと豪快に吸ってください。でまたね、このメニューは他のと違ってやっぱり魚介が効いてるので刻み海苔ですよ。この海苔の風味とまたよく合う。ライスいっちゃおう。多分見てる方とかも意外だなって思うと思うんですけど、今食べた中で一番和食ですね。あのお出汁感というか、それをねカレーにするとお蕎麦屋さんのカレー、あーこれをカレーに最高ですね。わーこれ確かに、ちょっとカレー粉入りで、お蕎麦屋さんのカレーわかるな。ちょっとごめん途中ですけど我慢できないわ。いわゆるカレー丼ですねこれ贅沢。うまっ、うわ美味しい。不思議です。これに関してももちろん初体験なんですけど、やっぱその魚介の感じで体に馴染みのある旨味成分がね飛び込んでくるんで、濃厚なんだけどね、ホッとする一杯でした。やばい、めちゃくちゃ喋りすぎちゃってるんですけど、次が最後です本日こちら最後ですね。こちらのジャグラさんの方ではですね、辛いラーメンも提供してまして、これいわゆるタクメンさんとかではもうナンバーワン取ったりとかね、本当に人気メニューなんですけど、ファイヤージャグラーというメニューでして、もうねちょっと来た時からいい辛みの香りがしてるんですよ。こう鼻をねスッて抜ける心地いい香り。あーちょっとこちらもね、もう最後か、1時間食べてるんですけど、あっという間に感じてしまっております。最後いただきます。ちょっとバッテリーとかが心配なんでね。よいしょ。おーうま、あー、辛い、うまい、でも辛い、これうまいこれちょっと食べたことないラーメンかも、この辛い系。辛いのね僕も好きなのであれなんですけど、それでも結構ビリビリくるんですよ辛みが。でもなんかグイグイ飲んじゃうというか、今日俺グイグイ飲んじゃうって何回言ったかなすごいスープめちゃくちゃ飲んじゃうんですけど、
うわ、うま、ちょっと麺いっちゃいましょう。こちらも、具材にひき肉が乗ってるんですけど、これを入れるとまた味が変わるってことなんで、まずはちょっと混ぜずにですね、この麺いかせていただきます。うん、うまっ。噛むとぐっと甘み出ますね、麺の。一番こう、いわゆるチンタンっぽく感じますね。こう、スープがやっぱ辛みのおかげでスッと入っていくというか、いやもうほんと多分スープ自体これね、結構濃厚だと思うんですよ。でもほんとにこう、スッと入ってくるのよね。うわ、うまい。うわ、うまい。とこれじゃあ、混ぜちゃおうか。わかる。皆さん、ここでちょっと残念なお知らせがございます。ただいまですね、ラーメンまだ5杯目、最後ですね、食べてる最中ではございますが、残りですね、正面のカメラのバッテリーが 3% ということで、おそらくですね、完食エンディングまで撮ることができなくなってしまいそうなので、ちょっと途中なんですけど、一回エンディング撮らせていただきます。ちょっとですね、普段でしたらエンディングも含めて完食した後に撮らさせていただくんですけど、ちょっとでいろいろ僕ラーメン好きで人生の中で何軒も回っていろんなお店さんでね、いただいてますけれども、それでもこう感動が止まらないぐらい新しい発見、美味しさがあるラーメンばかりでございます。まあこちらのジャグラさんはお店営業されてから、すごく長いですし、本当に有名なお店さんですので、ラーメンあんまり食べに行かない方でももちろんご存知の方も多いと思います。店舗以外にも宅麺さんであったりとか通販でね、冷凍ラーメンが購入もできますし、気になる方はこれ絶対食べに来ていただきたい。でちょっとですね、僕が今回いろいろとお話をしすぎまして、皆さんどれを頼むか悩むと思います。ぜひいろいろ悩んで一回のみならず何回もですねお店に来ていただいて、僕がね今日食べたメニュー、それ以外にもつけ麺等もございますので、制覇を目指して、何回も来店してみてください。ということで本日のご視聴ありがとうございました。この後も僕はしっかりこのファイヤージャグラ食べさせていただきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、やっちゃいました。